アンジェロ・ペルッツィアンジェロ・ペルッツィは、イタリア・ビテルボ出身の元同国代表サッカー選手。ポジションは GK。AS ローマ在籍時にはドーピングで1年間出場停止処分を受けた。ユベント追跡後は、レギュラーポジションを確保。1994から95シーズンのリーグ制覇、翌シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ決勝のアヤックス戦では延長 PK 戦で、 相手のキック2本を止め、優勝の立役者となった。翌シーズンには、トヨタカップを制覇するなどに、数々のタイトル獲得に貢献した。イタリア代表としては、1995年3月25日の、エストニア戦で代表デビュー。1998年 W 杯においては、当初チェーザーレマルディーニ監督のもと、政治家として招集される予定であったが、直前の怪我でその座を、 パリューカに譲った。マルディーニの公認のディノゾフ監督と確執もあり、イタリア代表での活躍とは縁がなかった。その後、2006年 W 杯においては控えとして招集されている。2007年4月29日に行われた AS、ローマとのローマダービーの後、指の骨折のためシーズン終了を待たずに現役を引退することを発表した。この項目は、 ウィキプロジェクトサッカー選手のテンプレートを使用しています。ありがとうございます。